こちらのスルメイカです。タラコと言いますと今ドイツが食べているようにはいというイメージ強いと思います。岡村当館のラッコ、実はこちらのスルメイカを主食として食べているんです。ただ大豆は大嫌いということで食べてくれませんので、あらかじめきれいに切り取ってからあげているんです。この内臓付きのスルメイカを食べています。この後にもお話をしていきますが、他の餌も合わせますと1日食べる量は大体5キロから多い時には6キロ近くになります。一方ライコが食べる5キロという数字、私たちの食事量に当てはめて考えてみますと、体重50キロの人が毎日10キロご飯を食べているのと同じ計算になります。なぜこれだけたくさんの餌毎日食べているのかといいますと、自然界では北半球側水の冷たい寒い海で暮らしています。しかし体にほとんど脂肪がありませんので、食べたものを熱エネルギーへと変換することで体温を一定に保っているんです。食べても食べても食べているそばからすぐに消費をしていきますので、毎日たくさん食べていてもあまり太ることがない、少し太りにくい体質の持ち主なんです。そして寒さから身を守るため、体全体たくさんの毛で覆われています。その数約8億本と言われていて、一説によりますと地球上にいる哺乳類の中で一番毛深いのがラッコとも言われています。私たちの髪の毛が大体10万から12万本と言われていますので、桁違いに数が多いことがお分かりいただけると思います。ラッコの毛は一つの毛穴から60本、70本とめて生えているそうです。髪に重要になっていて、手と手の間に空気を溜め込むことで空気の層を作ります。そして直接地肌に冷たい水が触れるのを防いでいるんです。水の中に潜った時には手の間から空気の泡が出ているところを見ることもできると思います。では続いての餌を紹介していきましょう。次に紹介していくのはこちら、ブロック状に切ったお魚です。この時間用意してきたのは鮭です。この時間にはクロカジキやマダラ、ポキといったさまざまな種類のものをあげているんですが、どの種類のお魚も直前まで冷凍庫で凍らせていたものをあげているんです。今ロイズの口の中を見せてくれていますが、ラッコの口の中大きくて立派な歯が生えています。そして噛む力も強いということで、硬いものでもしっかりと食べることができるんです。歯が硬くて大きなものを噛みちぎる際には歯が刺さりますので、歯の汚れも一緒に落ちる歯磨き効果もあるんです。この後ロイズお魚食べていくと思いますが、水族館ではしっかりとお魚を食べるラッコ、実は自然界ではあまり好んで食べないそうです。先ほどから泳いで餌を取りに行っているように、もちろん自然界でも海で暮らしていますので泳ぐことが得意です。ただ早く泳ぐことが苦手ということで、素早く泳ぎ回るお魚を捕まえて食べるということはほとんどしないそうです。では自然界ではどんなものを食べているのかと言いますと、前足器用に使うことができます。前足で岩陰に沿うウニやカニ、貝やエビといった小さな生き物を捕まえて食べることが多いそうです。全身を覆っているたくさんの毛も前足のひらの部分には生えていませんので、
自然界で小さな生き物を食べたり、しっかり餌をつかんで食べています。このように力を入れることもできるようになっているんです。それでは最後の餌を紹介していきましょう。やはりラッコといえばこちらの貝ということで、当館では内紫貝、地域によっては沖アサリや大アサリと呼ばれている種類の二枚貝をあげています。ラッコと貝と聞いてイメージするのは、石などを使って胸の上でコンコンと貝を割る姿だと思います。すでにロイズ何個か貝を食べていましたが、そのような姿見せていなかったですよね。実はロイズには貝を割るための石を渡していないんです。ちょっとロイズどうしたんでしょうか。はい、しっかり集中して食べてくださいね。実はですね、ロイズに貝を割るための石を渡していない理由としてはですね、とっても力が強いんです。その石をですね、何度か前にありますガラス面に叩き慣れてしまうと、ガラスが傷ついてロイズの姿が見えにくくなってしまうんです。そのためですね、石を渡してはいないんです。ではどのように食べているのかと言いますと、貝には少しだけ隙間が空いています。器用な前足を使ってその隙間から中身を取り出しているんです。道具がなくても自分の力だけでしっかり取り出すことができるんです。この後も貝を食べていくと思いますので、ぜひロイズの前足の動きにも注目をしてみてください。では一通り餌の紹介が終わったところで、私からのラッコについてのお話は終了となります。ただまだ餌は残っていますので、この後も健康管理を兼ねたトレーニングを行いながら餌を食べていきます。よろしければ引き続きお楽しみください。それでは短い時間ではありましたが、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この後もぜひ水族館でゆっくりとお過ごしください。